はい、どうも柳田です。男性の皆様お待たせしました。今回はですね、アダルト DVD の転売に関する情報になっております。よろしくお願いします。僕はですね、10年間ほどずっと転売をやってきておりまして、中古品の転売なんですけれども、こうやってね、大量に商品を仕入れてきて、ヤフオクとかアマゾンとかメルカリで転売をしてるわけなんですね。で、どうやって商品を仕入れてきてるかっていうと、古物市場とかブランドオークションを使って競りで商品を仕入れてるわけなんですが、CD とかですね、 DVD とかね、このアダルトのやつとかね、たくさんこうやってね、箱で大量に仕入れてきてるわけなんですね。で、僕は昔からの動画の中でですね、得意なジャンルがあると言っておりまして、で、香水コスメ関係で CD、DVD 関係、そしてアダルト DVD、 これをね、得意っていうふうに言ってるわけなんですよ。なので、このアダルト DVD の転売に関するですね、ご質問がね、結構ね、届くわけなんですね。で、これどこまで YouTube で説明していいのかちょっと僕わからないんで、不安なんですけれども、ダメだったらすぐ消す可能性があるんですが、問題なければこのままね、アップしたままにしておこうと思うので、よかったら参考にしてみてください。よろしくお願いします。で、商品のね、仕入れ方については、このチャンネル内にですね、たくさん解説した動画がありますので、チャンネル登録をしていただいて、ぜひですね、他の動画も見てください。で、もっと深掘りした内容が知りたいよっていう方はですね、動画の詳細欄にリンク貼ってますので、そこから飛んでみてください。よろしくお願いします。ということで、今回もですね、ご質問、たくさんね、このね、アダルト DVD に関するですね、質問いただいてるんですが、今回はですね、一人の方のご質問だけ取り上げさせていただきたいと思います。で、小川さんっていう方からね、ちょっとフルネーム、これ普通にそのまま名前なんで小川さんということでいきたいと思うんですが、柳田さん、こんにちは。こんにちは。質問させていただきます。アダルト DVD をヤフオクで出品したのですが、違反申告をされます。なぜですかね。柳田さんのアダルト DVD は違反申告されませんか。もしよろしければ出品方法を教えていただけないでしょうか。よろしくお願いします、ということなんですけれども、小川さん、ありがとうございます。で、大体僕に届くですね、このアダルト DVD の転売に関する質問は、似たようなものがほとんどなんですけれども、違反申告をされるパターンと、取り消し削除されてしまうパターンですね。この2つで、内容によってはアカウントの停止みたいなのまで食らっちゃうと、利用制限までされてしまうっていうようなものが、ほとんどだとは思うんですけれども、これについてですね、回答していきたいと思うんですが、違反申告、このね、小川さんのご質問では違反申告っていうふうになってるので、基本的にはですね、違反申告はあまり気にしなくて大丈夫です。はい、違反申告っていうのは、そのヤフオクのユーザーがですね、見つけて、ダメだぞっていうことを通報してる、ただの違反申告なので、これは問題ないんですね。ただヤフオクのその運営側から通告があったりとかですね、取り消しされる場合は気をつけた方がいいっていうことなので、ここだけはちょっとね、分けてまず考えていただければなと思います。で、これね、まずガイドラインをですね、ちょっとチェックしていただきたいんですけども、そうだから今回はですね、一応なんでこの違反申告取り消しされるのかっていうことが1点と、じゃあどういう風にして売ればいいのかっていうのが1点と、あとですね、相場の調べ方についてがもう1点、このね、3ポイントでお送りしようかなと思いますので、よろしくお願いします。で、ガイドラインですね、ヤフオクのガイドラインを見ますと、一応ですね、アダルト関係のもので出品なんですけれども、まず最初に注意しなければいけないのが、出品する時のカテゴリーですね。カテゴリーをちゃんとアダルト商品のカテゴリーにはめないと、取り消しされます。はい、普通の DVD とか、例えば邦画、洋画みたいなもののカテゴリーで出品しちゃうと消されますので、まずここはね、注意してください。ちゃんとアダルトのカテゴリーに出さなきゃいけない。R 指定がついているわけですね。18歳未満の方は見れませんよみたいな、そういうカテゴリーがあるので、そこに出品するってことがまず重要ですね。はい、これが1個目。はい、で、ガイドラインなんですけれども、このね、出品禁止物の25番26番27番、主にこの辺が該当するんですね。なので、これ、改めてチェックしておいていただきたいんですけれども、基本的にですね、このね、児童ポルノ系と、あと犯罪が絡んでそうなもの系、これが非常にうるさいっていうことなんですよ。で、読んでください、これ。これね、言葉に出してどこまで言っていいのかな、YouTube さんっていう感じなんですけれども、児童ポルノに類するものは出してダメなんですよっていうことが書かれていて、で、アニメ関係とか漫画関係もダメだというふうになっております。で、特にこのパッケージとタイトルが問題なんですけれども、そのタイトル内にですね、このようにその被写体の実年齢や被写体が実在するか否かにかかわらず、学生服、幼児服、ランドセルを着用しているものや、タイトルや商品説明において幼女
丸学生、S 学生、JC、まあ、JC で女子中学生かな。T 学生、T 学生ってなんだこれ。まあ、ね、隠語ですよね。で、C 学生、これも中学生の C なのかな。女子高生、女子高生、女〇〇生で JK、男子高生、男子高生などの表現が用いられているものなどを指しますっていうふうに書いております。なので、法律では OK な場合、もしくはあのアダルト DVD のですね、あの審査通りましたよってシールあるじゃないですか。あれは、例えば、その DVD は、なんか女子高生ものとか学生ものなんだけれども、出てる女優さんは、ちゃんとね、成人した方ですよっていうことをこうやって審査が通ってるようなものだと思うんですけれども、ヤフオク的にはそれも NG ですよと。法的には OK だけど、審査も通ってるけども、ヤフオクの規約ではダメだよっていうふうになってるわけなんですね。もう疑わしいものは出品させないというふうな考え方なわけですね。これね、アダルト DVD の話をしてるんでね、これね、警察が通りますよ。警察かなこれ。パトカー、救急車かな。はい、なんですね。だから出品したらダメなんですよ。はい、出品したら取り消されます。取り消される可能性が非常に高いっていうことですね。なのでこのね、タイトルは OK、 タイトルにはこの女子高生とか学生とかってついてないんだけども、女優さんが学生服着てたりするのもダメっていうこと、パッケージでですね。でランドセル背負ってるようなやつも明らかにね、明らかに大人じゃんっていう女の人がこれ、ね、ランドセル背負ってるやつとかなんかあると思うんですよね。だけどそういうのも出品しちゃダメだよっていう風になってるわけなんですよ。で、法的には OK なんだけど、ヤフオク的にダメだから取り消しますねっていうことなんですね。で、合わせてこの26番の方、盗撮、レイプなどを題材にする商品及び、非撮影者の意思に反して撮影されたなどの事情により当社が不適切と判断したアダルト商品、ダメですよっていうふうになっております。はい、なのでこれもですね、まあ最近このね、児童ポルノとこれですね、出演している方の意思に反して撮影されたなどの事情により当社が不適切と判断したアダルト商品ってなってるので、なんかね、この無理やり契約させられて出演させられた、女優さんみたいな方が、後からですね、法的に訴えて裁判をして、なんかこうね、揉めるっていうことがね、結構あったりするわけですね。特に最近多いんですけれども、こういったものをですね、販売させないためにこういうガイドラインを引いているっていうふうに考えてください。なので、タイトルとかですね、ジャケットに盗撮とかレイプなんていうものが入っている場合はダメっていうことですね。あと、例えば、泥酔させてなんとかとか、睡眠薬でなんとかみたいなやつも、この、出演者の意思に反して撮影されたなどの事情みたいなのに当てはまるわけです。怪しいみたいな、本当かなみたいなものは、特に消される可能性が高いっていうことですね。で、まあ、あとこの27番なんですけど、まあ、当然無修正のものは NG っていうことですね。これは当然なので、まあ、出品する人はいないとは思うんですけども、ここ気をつけてください。まあ、こんな感じでですね、この25、26番、特に25と26番ですね、この2つに類するもので、これが原因でですね、違反申告をされたりとか、取り消しとかアカウントの停止される可能性が非常に高いっていうことなんですね。なので、気をつけてください、出品する際は。もちろん僕はですね、こういうものは出品しないようにしてますので、よろしくお願いします。過去にね、何度もやらかしてね、アカウントね、消されたりね、止められたりしてるんですよ僕は。そういう痛い経験をですね、食らっているので気をつけてください。で、じゃあ一体ですね、こういうものはどこで出品すればいいのかっていう話なんですけれども、この場合はですね、ヤフオクは諦めてAmazon で出品してください。Amazon も割とこのですね、児童ポルノ関係とこのね、ヤフオクと同じように、女子高生とか、こういうもの、あと、まあ、盗撮レイプ系はですね、今出品が結構規制がかかっていてうるさいんですけれども、出品したからといってアカウントが消されるっていうことはですね、特にはないと思いますね。出品を取り消されるっていうことはあると思うんですけれども、まあ、消されるっていうことはアカウントに影響があるっていうことはないと思います。で、そもそも Amazon の場合はあれですね、その出品できないものは商品のもうそのページがないので、そもそも出品できないような形になっているので非常に分かりやすいですね。で、ヤフオクがダメ、アマゾンでもダメだった場合は諦めるしかない、正直言って。はい、この場合はですね、
難しいですね。売ることはメルカリで出品できないし、売るのがちょっと難しいですね。だから中古の買取屋さんで売るとか、もしくは古物市場に売るとかっていうことですね。はい、あくまでもヤフオクのガイドライン、アマゾンのガイドラインに引っかかるっていうだけで、法律的には何ら問題ないので、そこだけはね気をつけてください。はい、古物市場で売るのは全然大丈夫です。法的にも OK なので大丈夫です。捕まることはありません。はい、ということで、これがですね最初の1個目ですね。ヤフオクで停止取り消しされる原因で、2個目が、どうやって売ればいいのかっていうことですね。はい、で3個目なんですけれども、じゃあヤフオクのですね相場をどうやって見るのかっていうことなんですが、これあんまりね今まで触れてこなかったので一応お知らせしたいんですけれども、ヤフオクの落札相場っていうのはですね、基本的にはオークファンかオークフリーっていうサイトでチェックすることができます。はい、なんですけれども、アダルトカテゴリーの商品はですね、普通のオークファンとかオークフリーだと出てこないんですよ。はい、オークフリーあるのかな、ちょっとわかんない。オークフリーあんま僕使わないんでわかんないんですけど、オークファンではですね普通のページから行くと、見られないんですね。なんでどうするかっていうと、アダルトオークファンっていうのがあります。はい、まあ、オークファンのページからね飛べるんですけど、なんかね分かりにくいんですよね。どっから飛ぶかすごい分かりにくいんで、普通にあのネット検索でアダルトオークファンっていうふうに検索してみてください。そうすると、普通にこのねサイトが出てきます。で、このねアダルト年齢認証、18歳以上ですか、はい、いいえって書いてるんで、これはいはいから行けば大丈夫です。で、普通のあのオークファンのなんていうのかな、登録、会員登録していて、で月額のあの利用料金払っていれば、ここで検索することができます。で、ちなみになんですけれども、この、あなたは18歳以上ですかのこのはいはいを押しちゃうと、もうねそこから先はね、いやあの YouTube では映せない、あもう全く映せませんので、今回ですねこのページしか出せないんですけれども、最初からもうね NG なんでご了承ください。はい、興味がある方は見てみてください。はい、ということで今回は以上にしたいと思います。ありがとうございます。アダルト DVD に関する情報でした。で、はい、でまあちなみになんですけども、僕はですね実際のところは他にもですね、まあ、ノウハウをちょっと持ってるんですけれども、今回はこれ以上はお伝えできないかなっていうような感じですね。はい、はい、まあ、ちなみにあのあれですよ、違法なことは全くやってないので、心配しないでください。はい、ということで以上です。このチャンネルではですね、一応中古品の転売に関する情報を発信しておりまして、まあ、ヤフオク、メルカリ、アマゾン、あと古物市場、ブランドオークションの、仕入れ方について発信しております。興味がある方はですねぜひ見てください。でコメント欄からあの悩み相談質問を受け付けておりますので、気軽にメッセージを送ってください。今回も最後までご覧いただきありがとうございました。次回もまたお願いします。じゃあね、バイバイ。